はい、8月18日木曜日ねマウント取って一体誰のために働いているんだがはいリンク先生毎度毎度ねマウントを取る方はねまあいろんな性格な方いると思うけどプライドが高くて負けず嫌いはっきり言って面倒くさい性格の方だよね。美容の仕事もね床屋さんの仕事もね、まあ、サービス業でね髪の毛切るだけで OK っつんだったらね簡単な仕事だけどねお客様のね物の考え方にね あの見合わせないといけないからね何をしたいのかねまあ、ご新規の方はね何を考えていくかさっぱりわかんないからねまあ、女性のねヘアスタイルに関してはねまだいたい想像つくよねあんまり奇抜な頭ってのはないからね男性の方が扱いにくい方は多いよね特にバッサリ切る方ねサービス業っていうのね言葉が悪いよねサービスなんていうね言葉くっつけるからね なんか本当にタダで仕事すんのかサービス業だろうみたいにね勘違いされてるっつうのサービス業はねサービスした分だけねお金もらっていいっつうのサービスをお金に変えていいのがねもう何回も言ってるけどねサービス業だからねサービスのねあのー、量によって比例してお金をね変えることができるのもサービス料だよね。 久々にのり弁っぱいいで食べきれませんねねねだいぶ消になっった、ね、リンク先生、ね、のり弁ってタイトルがいいのかねってそうだねキャッチコピーの勝利じゃないのり弁っていうさしょぼいものに対して白身魚が入ってたりちくわが入ってたりさおおすげえじゃんっていうのがこのミスマッチ感がいいのかねパットもやっぱりシャンプーブロセットかつくのが当たり前じゃねえってねサービス業だろうってねでもまあサービス業 時間に対してね30分5000円1時間で1万円積つんだったらそこまでやっていいんじゃないかなと思うけどね伸びじゃケチくさいですかねこれねいろんなお客様のタイプいるから気にすることないと思うんだよねシャンプーねしないでいいじゃなくて嫌いって人いるからねあの時間がもったいないめんどくさいだからね シャンプーカットじゃなくてカットだけシャンプーしないのもサービスってのもありだよね。まあ、これはもう考え方によるよね。ヘリクつって言われたらヘリクつかもしんないけどいろんなお客様がいていろんなね思想があるからね。 何事も、ね、決めつけけちゃいけないなよね。自分の考えを、ね、あの押し通してこうでやるってうんでねでやっぱりシャンプーカットも、ね、シャンプーカットがいいってい人もいればカットだけでいいってい人もいるからね、まあ、両方に対応するには、うんまあ、値段バラバラにしとくしかないっていうの、まあ、アンチな方に言わせたら、ね、この考え方自体が、ね、決めつけておかしいとかってまだ言う人いるからねわけわかんなくなるよね。 あとねやっぱりシャンプーっいうのはねシャンプーしたらね髪の毛がびっしゃり濡れるからね男性みたいに短かったらねサッと乾くけど女性の場合はねあの髪の毛多くて硬くて太くて長い人なんかね乾かないかね15分20分ねそれに見合うねサービス料金をねもらえるならいいけどねもらえないよねこれはねあの美容室の話ね床屋さんになるとねあの整髪料べったりつけてくる方とかね寝ぐすのまんま平気で 来る方ね、あと衛生意識の低い方もいるからねそういう方はもうシャンプーしないと切りたくねえってのあるかもしれないよね。そうなるとねカットだけっていうメニューがね邪魔になってくるっつうの、まあ、そういう考えもあるよね。はい、お疲れ様でした。